朝鮮、それは、日本にとっても、奇妙な存在感を持つ国、ではある。その、主張を否定できない、というか。人間には差がある。才能でも財産でも、家柄でも、それは一部現実ではあって。それは何から来る？というのは結構、積年の疑問。少しの変化、その結果、だろうか。秦の始皇帝、中国にしろ、その再現を目指して、今があると言ってもいい、しかし。そこに眠る、本当の理由、それは少し違うものか？正義は勝つ、の、ある意味で面倒な部分ではある。始皇帝の時代をもう一度、それに問題はあるか？と、そこに少し正義はある。彼の統治下では、あるいは朝鮮でさえ、まとも、な扱いを受けた、わけで、共産主義と、親和性が高かった理由でもあるだろうか。偉大なる王に統制される理想、それは、それでも、同じく苦悩も、